小鳥専門店の地震対策。2022年3月16日23時36分頃に福島宮城で最大震度6強の地震が発生しました。トリッピー付近の地震計によるとこの辺りは震度5強でした。被害は壁や天井の破損、商品の落下、エアコンなどの家電の破損などでしたが、2日後より簡易営業を再開できました。小鳥ふれあい体験を含む本格営業は地震から約2週間後より再開しました。しかし地震から20日以上経った現在も小さな余震が多く発生しており、鳥たちが怯える日々が続いています。今回はトリッピーで行っている地震対策をご紹介します。これは高度利用者向け緊急地震速報システムです。有料の契約者向けに一般の緊急地震速報よりも早い段階で緊急地震速報を知らせてくれます。鉄道などで採用されています。トリッピーの小鳥たちは震度3以上で確実にパニックを起こします。そのため店内では震度3以上の地震が予測される数十秒前から警告音を出して、スタッフが鳥たちに駆け寄って声かけ、パニック時に即座に対応できるようにしています。また夜間の地震に備えて小鳥たちの部屋の照明とも連動しています。地震が起きる前から照明が自動点灯することで小鳥たちの不安を和らげ、パニックを最小限に抑えます。およそ20秒後に震度4程度の地震が来ます。テストです。緊急地震速報。テストです。緊急地震速報。およそ20突然揺れてパニックになる可能性が少しでも減るように、地震発生前から鳥たちにも揺れが来ることを知らせています。これは無停電電源装置というものです。電柱が倒れるなどして地震で揺れた瞬間に停電することがあります。いくら地震で照明が自動点灯しても揺れた瞬間に停電してしまっては意味がありません。そこで万一停電が起きても内蔵バッテリーで約1時間は自動的に照明を維持します。地震以外でも停電を感知すると自動的に照明がつくように設定しています。また震度1や2といった小さな地震でもパニックを起こすことがあります。特にオカメインコやアキクサインコはパニックを起こしやすく、一部の鳥たちがパニックを起こした音や振動で他の小鳥たちもつられてパニックを起こします。特に夜間は暗いためにパニックを起こすとなかなか収まりません。そのため夜間は小鳥部屋は常に常夜灯が点灯しています。安眠を妨げず、かといって鳥たちがしっかり見ることができる明るさを常に維持しています。小鳥部屋には複数の防犯カメラが設置されています。これは店長の自宅テレビやパソコン、スタッフのスマホからいつでも見ることができます。深夜に震度1から2程度の小さな地震が起きた時にカメラを通してお店の小鳥たちの様子を確認、カメラ越しに声をかける、店内照明をつける等の操作ができます。必要に応じて深夜でも出勤します。緊急時にいつでも出勤できるようにするため、社員はお店から徒歩3分以内の場所に住むようにしています。これは実際のトリッピーの店長の自宅に設置されている小鳥監視専用パソコンの画面です。店長の自宅では夜間はずっとこの映像が流れており、小鳥たちに異変があった時にすぐに確認できるようになっています。これらのカメラやネットワーク機器も無停電電源装置に接続されています。地震で停電してもしばらくの間は小鳥たちの様子を確認、声かけなどができます。携帯電話網、インターネット網が破壊されるような非常時に備えて無線機も設置されています。スタッフや店長の自宅とお店であれば通じる距離なので、非常事態であれば無線機を使って小鳥たちに声かけやスタッフ間の連絡ができるようにしています。先日の地震でもそうでしたが、固定されていない全てのものが倒れたり動いたりします。タンスなどの家具はもちろんですが、加湿器や空気清浄機、花瓶、ノートパソコン、
飲みかけのペットボトルなど固定していない全てのものが揺れとともに部屋の中を縦横無尽に動き回り、人にとっても小鳥にとっても狂気となります。放鳥中に揺れを感じたら全てのことよりも優先して小鳥を鳥かごにしまってください。小さな小鳥にとっては倒れたペットボトルがぶつかるだけでも致命傷になります。何よりも優先して鳥かごにしまうことで小鳥の安全を確保してください。気をつけていただきたいのが、震度1や2程度の小さな揺れでも鳥かごにしまってください。その後続けて大きな揺れが発生することがあります。先日も宮城福島を襲った地震もそうでした。最初は震度2ぐらいの小刻みな揺れ、その後震度3程度の揺れ、そして2、3分後に震度6強の揺れが発生しています。小さい揺れから大丈夫と思わずに、その後に大きな地震が発生するつもりで行動してください。次に鳥かごです。普段からしっかりと頑丈な棚や専用スタンドに鳥かごを乗せてください。そして鳥かごも動かないようにしっかりと固定します。万一固定していない時に地震が発生したら、鳥かごを床に直接置いて転倒や落下を未然に防ぎます。トリッピーでは木製の柱を固定、その柱に金具を打って鳥かごの棚ごと固定しています。さらに鳥かごはゴムバンドを使って壁側に常に押し込んでいます。突っ張り棒タイプも柱も販売されていますので、賃貸でも利用できます。またこれだけ対策しても壁が壊れるという可能性があります。そのため万が一壁が壊れて鳥かごが落下、下敷きになっても鳥かごの開閉口が開いてしまわないようにトリガースナップで固定しています。倒れると危険な家具はすべて固定します。エアコンを固定する専用のボルトを使って家具をチェーンで固定していましたが、震度5強プラスマンションという条件では壁ごと破壊されてしまいました。そのため本当に倒れると危険なものは二重での耐震対策をおすすめします。家具のガラスドアも外れたり割れたりします。窓ガラスに貼る飛散防止フィルムを貼るなど対策しましょう。耐震ラッチを取り付けるなどして扉が開いてしまわないようにするのも有効です。ここまでがトリッピーで行っているその瞬間を生きるための地震対策です。何が有効で何が無駄なのかは正直まだ分かっていません。ただ過去に何度か経験している大きな地震で、あの時この装置があればと思った結果が今につながっています。別の動画では地震の後を生きるための備えをご紹介したいと思います。